それでは私は通告に基づきまして、大きく3つの点にわたりまして、市長並びに、建国事部長、市長教育長に質問をいたします。まず質問に入ります前に、今回の大災害、6月には大阪北部の地震、7、8月の豪雨と西日本の猛暑と豪雨、そして台風、そして今度の北海道の地震と、本当に被災された皆さんの思いはいかばかりかと胸の痛む思いです。亡くなられた皆さんにご冥福をお祈りいたしますとともに、一日も早い生活が成り立つような支援と復興が求められるというふうにお祈り申し上げたいと思います。また災害日本の災害列島になったなというふうな思いをありまして、もう日本の全国どこでそういう災害が起こるかわからないというふうに状況になってきました。改めて災害に強い防災減災のまちづくり、これが緊急に求められるということを、感想として述べて質問に移りたいと思います。まず最初に生存権の保障としての生活保護について建国支部長にお伺いをいたします。6月定例会で生活保護のしおりが憲法25条で明記されている生存権・生活保護法の趣旨に沿った内容になっているのか、制限されると受け取れる記述になっていないかどうか、見直しをして改善すべきではないかと質問をいたしました。時間もありませんで、具体的な議論ができませんでしたので、今回改めて生活保護の問題について取り上げます。今、テレビで健康で文化的な最低制限度の生活というドラマが放映されています。生活保護をめぐって新人のケースワーカーが直面するさまざまな問題を通じて、健康で文化的な最低限度の生活とは何かを問う番組です。私も録画して見ていますけれども、改めて考えさせる点が多くあります。そこで1点目は、憲法で明記されている健康で文化的な最低限度の生活とは何かという根本問題を問いたいと思います。安倍政権はこの10月から生活保護基準を引き下げようとしています。低所得者世帯の生活水準の比較から、生活保護の基準が高いからと言わんばかりの切り捨てです。しかし、健康で文化的な最低限度の生活とは、単にかろうじて生きていればいいというものではありません。健康、生命を維持すると同時に、自尊心を保てて、地域活動や友人との付き合いなど、社会生活に参加できる水準であってこそ、初めて人間らしい生活と言えるのではないでしょうか。生活保護基準は最低賃金を決定する要件や、就学援助など低所得者向けの基準となっており、今回の引き下げは国民全体の暮らしに影響を与えます。そこで改めてお伺いいたします。健康で文化的な最低限度の生活とは何だというふうに認識されるでしょうか。2つ目は、生活保護基準とはどういう基準で決定されているか。3つ目、10月からの生活保護基準引き下げの影響をどのように認識をしているのか。4点目、生活保護基準の引き下げはやめるよう、国に働きかけるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。基本的認識について、4つの点についてお伺いいたします。続きまして、6月の定例会では、しおりの内容について改善する必要はないと答弁されましたが、10月の見直し時には、以下の点について改善を求めたいと思います。1番は、森山氏の保護のしおりの2ページには、憲法25条と生活保護法の基本が書かれていて、末尾に遠慮なく相談してくださいと書かれています。振り仮名も振っていて、大変丁寧、親切な書き方になっていると思います。しかし、次のページを見ますといきなり、生活保護を受ける前にしていただくことの項目がありまして、具体的に5つの内容、稼働能力、預貯金や財産、扶養、他の社会保障、生命保険などについて、この5つがなさらなければ、保護を受けることができないかのように受け止めになるということが残念です。県の指導でも、生活保護を受けていただく前にと、冒頭から制限するかのような記述については、改善すべきと指摘をされています。4ページの保護の種類、保護の申請及び決定の項を、もっと前に持ってきて、このページは後ろにやったらどうでしょうか。2点目、保護の申請に関してですが、生活保護を受けたいと願う人は、保護、申請窓口をに尋ねることも苦労することもあります。申請にあたって申請書に記入しなくても、申請の意思を確認する、口頭での申請も認めることができます。その点を明記すべきではないでしょうか。3点目、3ページに記載されている民法で定める扶養義務ですが、これは
生活保護申請をする場合の要件ではありません。民法の扶養義務が優先されるということであって、生活保護申請のための要件ではないのです。この点は大事なことです。このことを明記すべきではないでしょうか。扶養義務照会についても、個々の事例に沿って対応すべきことであって、三親等内の扶養義務があるのもものではありません。4番目、現金預金、財産の処分についても、3ページでは、自家用車は保護適用後、原則保有占有使用はできません。と記載されていますが、自動車の保有については、これまでの判例でも認められている事例がありますが、この記載は適切に表現をすべきではないかと考えます。いかがでしょうか。5点目、9ページに記載されている収入申告ですが、この項に、子どものアルバイト等臨時収入のケースも記載すべきではないでしょうか。申告をすれば、アルバイトの収入は免除する規定があるということを明記すべきです。そうした制度を知らないばかりに、後から多額のお金を還付しなければならないケースも出かねません。以上、5点について、CL の改善を求めます。この点までで答弁をお願いします。健康福祉部部長。それではまず小牧議員からの生活保護制度に関する基本的な認識についてのご質問にお答えをさせていただきます。まず1点目の健康で文化的な最低限度の生活につきましては、人が社会で生活する上で個人や家族が消費する食料、衣服、光熱水費などの生活水費や居住、健康、医療、介護等の社会サービスの保障という量的な側面に加えまして、社会的な生活習慣や人間関係、社会活動への参加等を保障するという質的側面があり、これらの両方が保障されているものでございますが、その具体的な内容につきましては、最高裁判所の判例でも示されておりますように、その時々におけます文化の発達の程度、経済的、社会的な条件、さらには一般的な国民生活の状況等との相互関係において判断、決定されるものと認識してございます。2点目の生活保護基準の決定についてでございますが、国が設置いたします社会保障審議会におきまして、5年に1回基準の見直しが検討されており、一般低所得者世帯の消費実態との比較の中で、決定されているものでございます。3点目の10月からの生活保護基準の見直しの影響についての認識につきましては、増額される世帯もあり、減額される世帯もありまして、減額となる世帯におきましては、平均して月400円弱の減額でございますため、影響は少ないものと考えております。4点目の生活保護基準の見直しについて、国に働くべきではないかとのことですが、保護の決定及び実施につきましては、国からの法定受託事務であり、国に働きかけることは考えてございませんが、国の動向に注視してまいりたいと考えております。次に、生活保護のしおりについてでございます。このことにつきましては、すでに県の生活保護のしおりが、7月末に改定されましたことから、市の保護のしおりにつきましても、これに準じて見直しを図ってまいるよう考えてございます。この中で、ご提言の1点目及び3点目から5点目につきましては、見直しが図れるものと考えてございますが、2点目の口頭による保護申請が可能であるということを、明記すべきではないかとのご意見に対しましては、保護申請後の資産調査の際には、申請書類が必要となることや、面談後、相談のみであったか、保護申請されたのか、曖昧になるなどの
相談者との行き違いを防止する必要があるため、県の保護のしおりと同様に明記することは考えてございません。以上答弁とさせていただきます。16番、小前和美さん。基準の10月からの見直しについて、月400円弱なので影響は少ないと考えているという認識についてはですね、大変残念なお話だなというふうに私は思っています。今回の生活保護の引き下げは2013年に続いて2度目で、そう合わせると 15% 程度の削減になっておりまして、私が調べたところでは3年後には7000円、月7000円削減するようなケースも出ておりまして、生活保護世帯にとっては7000円の削減というのはすごい大きいなというふうに思っているんですが、森山市の試算は全然違いまして大変残念なことです。で、影響が少ないというふうに思ってこれくらいどうもかまへんやんかというような認識で良いのかどうかということを改めて、私はもっと削減幅というか、例えば母子加算がなくなるとかそういう影響もあるかなというふうに思っていますが、改めて部長の見解をお伺いしたいと思います。健康福祉部長、はい、どうぞ。はい、10月の法改正でございますが、引き下げということではなしに、生活保護基準全体を引き下げたものでなく、見直しをなされたというもので理解をしてございます。一般低所得世帯との消費水準との均衡を保つという中で、科学的専門的に国の方で分析をされて検証されてされた結果で、上がる世帯下がる世帯というものが生じているものと考えております。以上でございます。16番、小前和美さん。国はそういうふうにやってるんですけど、直接生活保護の皆さんと対面する森山市としてそういう削減について部長としてはどういうふうに認識をさ、影響少ないのかまへんというふうに思うのか、それについて丁寧なフォローなり何なりの心が通った対応をするとか、それぐらいの対応ができないかなというふうに思ってお聞きをしました。残念でございます。答弁がないのは時間がないので次のところに移りたいと思います。今年は異常な猛暑が続きました。エアコンなしでは命に関わる危険な高温が続きました。こうした中で生活保護世帯でエアコンをつけずに熱中症になり死亡するという悲しいニュースが北海道でありました。森山市ではいち早く一人暮らしの世帯を訪問していただきまして、エアコンの設置対応、実態を把握するなど素早い市民に寄り添った対応をしていただきました。厚労省は今年4月1日以降に生活保護を受給した人を対象にエアコン購入費5万円の支給を認めるという通知を全国に出しました。しかし5万円ではエアコンは設置できません。現在生活保護利用世帯でエアコン設置の有無はどうでしょうか。市としてエアコン設置に対して関して要望があれば加算することはできないでしょうか。また厚労省の通知では今年4月1日以降が対象ですけれども、それ以前の生活保護利用者に対しても要望があれば対応すべきではないでしょうか。健康福祉部長にお伺いします。続きまして、エアコンは設置をされていますけれども電気代がもったいないので使っていないというケースも少なくありません。冬場には灯油代として冬季加算を実施していますけれども、こうした猛暑の中安心して生活をするために夏季加算を設けることはできないでしょうか。国に要望すると同時に当面市独自の対応ができないのでしょうか。併せてお伺いをいたします。健康福祉部長。はい、議長どうぞ。はい、それではエアコン設置の関係でございます。国からの当初の通知におきましては、エアコン設置の対象者を平成30年4月1日以降に保護の受給を開始された世帯のうち、熱中症予防が重視されます高齢世帯や障害世帯などとされておりましたが、その後の取り扱いにおきまして4月1日以前から生活保護を受給されている対象世帯も含まれることとなりました。またエアコンの購入費につきましては上限額5万円となってございますが、別途取り付け工事費、工事の費用につきましても支給可能となってございます。このことを踏まえましてエアコンが未設置の対象世帯に設置を呼びかけ、
希望されました7世帯に設置をさせていただいたところでございます。しかしながらご本人がエアコン設置を希望されない場合や、アパートの構造上エアコンの取り付けができない場合などもございましたことから、引き続き熱中症対策の重要性とともに支給制度の活用につきましてもしっかりと周知をしてまいります。次に夏季加算についてでございます。当市の生活保護基準では11月から3月までの期間、冬季加算といたしまして一人世帯で月2580円の加算がございます。熱中症対策が重要視されます中、冷房器具の支給が認められましたことから、夏季加算の創設などにつきましても、国の動向に注意してまいりたいと存じます。以上、答弁とさせていただきます。16番、小牧和美さん。答弁はもうちょっと対象者に寄り添った形の答弁をいただきたいというふうに思いまして、支給制度の活用ってありますけれども、エアコンについての支給制度が国から創設されたと思います。そのことについて、改めてどのような制度改正されたのか、説明をお願いしたいと思います。健康福祉部長。先ほど申し上げましたように、生活保護を世帯のうちで、高齢者世帯あるいは障害者世帯などにつきまして、上限額5万円プラス取り付け工事費についても支給可能という内容であったかと存じております。16番小前和美さん。4月1日以前の皆さんについてどのような対応になるんでしょうか。健康福祉部長。委員長、申し訳ございません。4月1日以前の方につきましても、先ほども答弁いたしました。国の通知では、4月1日以降の、開始の受給者ということになってございましたが、その後の取り扱いでそれ以前の受給者についても対象になるということでございますので、その方々につきましても現在も対象にしてございますし、今後もその取り扱いには変わりがない形で対応してまいりたいと存じております。以上でございます。16番小前和美さん。4月1日以降は公費として5万円出るんですけど、4月1日以前の受給者にはそれがないんです。だからそれをどうするのかということを詳しくここです述べていただきたかった、ね、ですけれども、そういうね寄り添った答弁をぜひね心がけていただきたい。国も生活支援資金を活用して4月1日以前の生活保護の皆さんにもエアコンをしっかりつけてもらうようにという通知を出しています。そういうことをきちんと述べていただきたい。大変杓子定規的なちょっとこう困った人たちに寄り添う心が大事かなと。しおりについてもですね見直していただくと思うんですけど、今全国的に見直しが図られている中で、扶養義務とかがバーンって出ると、扶養義務が必ずしないといけないということが前面に出ると、じゃあ自分はもうダメだと、車の保有を認めないということが前面に出ると、もう自分は保護を受けられないというふうに諦めてしまう、そういうことがあるので、丁寧なしおりの記述を心がけていただきたいという趣旨で私は今回質問いたしました。ぜひ寄り添った形の、現場は、ね、大変寄り添ってしてくださっているんですけど、しおりとか今の答弁は、冷たいなという印象があるしおりの内容にもなっておりますので、ぜひ改善を求めたいというふうに思います。続きまして次の質問に移ります。中心市街地活性化と暮らしやすい街づくりについてお伺いをいたします。森山市駅前にあるマンションベリスタ森山梅田の住民らで組織する管理組合から、森山市梅田町駅前の開発許可及び都市計画のあり方に関する陳情書が8月3日森山市議会議長宛に提出をされまして、同様の嘆願書が市長にも出されているということです。森山駅周辺の開発問題、人口増が著しい地域でありながら小学校をはじめ教育、公共施設整備が追いつかず、一部通学区域の変更といった対応では根本的解決にならないという点については本議会でも指摘をし改善を求めてまいりました。そうしたことを背景に、さらに大型高層マンション建設計画が持ち上がりまして、住民らが指摘されているように今回の陳述書は街づくりの課題そのものを改めてクローズアップしたといえます。現行でも森山駅周辺は人口急増地です。
駅西口周辺には昭和52年に森山アーバンライフが建設されたのを皮切りに1階部分を店舗とするマンションが約この10年の間に6棟建設をされました。でその後平成元年から10年間で3棟の建設、しばらくマンション建設はありませんでしたが、平成10年代以降14階建ての高層マンションが平成10年代は5棟、平成20年代は6棟と建設をされ、駅周辺の景色は大きく変容してきたというのが実感です。現在駅西口周辺には全部で20棟のマンションが建ちまして、さらに今3棟のマンションが建設中です。ここ10年間はマンション建設に歯止めがかからない状態となっています。この事態に対し市も問題意識はあり、昨年一定の開発規制を行っています。森山市駅前住宅地区における建築物の制限に関する条例第1条の目的には、森山らしい風格のある駅前地区を形成する上でゆとりと潤いを実感できる街中居住の推進や、水辺遊歩道等における良好な景観形成及び駅前利便性と一体となった良質な住環境の充実を実現し、もって優良な都市環境の保全及び形成にすることとあります。改めてこの目的が本当に実行されているのかどうか、そういう視点で考察をする必要があると思います。そこで陳情書の内容に沿いながら問題点をいくつか指摘し、市の認識と今後の方向性をお伺いします。まず第一は、高層マンションが隣立することによって既存住民の居住空間が侵害されるという問題です。日照権やプライバシーの侵害、騒音や車の排ガスなど環境汚染、住環境への影響です。陳述書を提出した住民の皆さんも第一に訴えておられるのはこの点です。目の前に15階高層マンション、高さにして 44.5 メートルのマンションが建設をされる。既存のマンションとの距離は5階建て機械式駐車場と5メートル。タワーパーキングとは約10メートルしか離れていません。しかも40メートルを超える立体式駐車場が2基建設をされる計画で、日照を悪化させる。その上に5階建ての駐車場も建設されようとしていて、もし仮に計画通り開発され建設されれば、一部の住宅は朝から晩まで日照がなくなる。リビングの目の前が駐車場、相手が通路に出れば室内が丸見え、など陳情書で訴えておられる懸念が現実のものとなるでしょう。今後も同様の住民トラブルを生じさせないためにも、問題点を整理して開発指導要項や条例の改正が求められるのではないでしょうか。住みやすさの原点は安心して生活できる住環境です。今検討している高さ制限等の制度の見直しにおいて、新築マンションの開発時の公園緑地の整備や、近隣既存マンション間の空間の確保、新しい条件整備が必要ではないでしょうか。ゆとりと潤いを実感できる街中居住の推進という条例の目的からも、このような事態に対してどのような基本的な認識をお持ちでしょうか。また今後の方向性についてもお伺いします。2点目は、新たなマンション建設に対する規制と同様に駐車場対策も必要です。今回問題となっているタワー式駐車場も含めて、建築指導において近隣住民と良好な関係のもとに整備されることを条件とすべきではないでしょうか。駐車スペースを1階部分や地下などマンションと一体化すること、駐車スペースが確保されなければ入居戸数を減らすことなどを条件とする、建平率を立体駐車場部分も含めることなど、指導要項の見直しが必要ではないでしょうか。この点についても認識をお伺いします。第3は、陳情書で訴えておられるのは、森山市梅田町5-20ビリスタ森山周辺で、建設が予定されているマンション建設の計画ですが、駅周辺では今後さらにマンション建設があるのかどうか、その計画を市がどのように把握しているか、情報を含めてお伺いします。この点について市長の見解を伺います。市長。はい。それではただいまの小牧議員のご質問にお答えいたします。まず1点目、駅周辺のマンション立地状況に対する基本的認識と今後の方向性についてお答えいたします。まず駅周辺のマンション立地状況に対する本市の基本的認識といたしましては、駅周辺は本市の玄関口でありまして、都市機能の集積を図りますとともに、良質な街中居住を推進し、良好な景観形成と住環境の実現を図る必要があると考えております。そうした中、現在の駅周辺のマンションの建て詰まりにつきましては、今日まで森山市
駅前居住地区における建築物の制限に関する条例などの対策を行ってきたところでございますが、良好な景観形成や住環境の観点から大きな問題であると認識をしております。一方で民間の共同住宅等の開発に規制をかけることにつきましてはご存じ通り、財産権の観点から法的な限界がありまして、当該地域の現状や課題を踏まえながら規制目的と規制手法の整合性を確保することが不可欠であります。ご指摘の今回のマンション開発につきましては、隣接するマンションおよび駐車場との離隔距離、いわゆる隣棟間隔が狭いことから、採光、通風、圧迫感、眺望等の観点から課題があると考えておりますが、現在の法規制におきましては隣棟間隔を直接規制する手法がないことから、今回のような課題が生じないためには、さまざまな制度を組み合わせることが肝要であると考えております。このような考えのもと、今日まで専門家からなる都市問題研究会のご意見を伺う中で、今後の方向性といたしましては、秩序ある良好な都市環境を確保する、この目的から、一つには開発指導要項によります調整、二つにはまつくり調整条例の制定によりまして、事業者が事前に建築計画を提出をし、当該建築物の配置等が周辺環境に十分配慮したものとなるよう調整を図る仕組みの導入、3つには都市計画法に基づく高度地区の導入、これら3つを組み合わせていく必要があると考えているところでございます。特に高度地区による高さ制限につきましては、駅前商業地域に20メートルの絶対高さ制限を導入する一方で、公園緑地等を確保し、建物の配置や隣棟間隔確保等によりまして周辺環境に十分配慮する制度内容であり、かつ都市機能の導入を行う場合には緩和措置を適用し、秩序ある都市環境に資する開発を誘導することによりまして、良好な景観形成と住環境を実現してまいりたいと考えておりまして、基本的な内容を今議会でご議論をいただきたいと考えているところでございます。なお今回のマンション開発につきましては、現在中高層建築物の開発指導要項に基づきまして、事業者と隣接するマンションの居住者の方々が協議を行っているところでございまして、市といたしましても、駐車場の配置や形態を含めて、可能な限り良好な居住環境が確保できるよう、事業者に対して指導を行っているところでございます。次にご質問2点目の、マンションの駐車場対策についてお答えいたします。建築敷地や建物の向きなどによりまして、駐車場の良好な設置形態につきましては、様々でありますことから、そういった事項を十分に、事前に、協議調整できるようまつくり調整条例を制定することを、今後研究することとしております。なお現行法制度におきまして、屋根を有しない8メートル以下の機械式駐車場は工作物となっておりまして、建蔽率や容積率には参入できないこととなっております。次にご質問3点目の、森山駅周辺で今後建設が予定されているマンションについてでございますが、市内で計画をされる開発事業につきましては、開発指導要項に基づきまして、事業者に対して事前審査願いの提出を求め、開発計画を審査をしておりまして、8月末時点においてマンション計画を1件把握しているところでございます。なおこの計画に関しましては、現時点では詳細を申し入れることができません。この点につきましてはご了解賜れたと思います。以上答弁とさせていただきます。16番小牧さん、どうぞ。今大変踏み込んだ、新たな、マンションに対する対策を述べていただきたいなというふうに思います。私が思いますのは、もっと早くこのことがなぜできなかったのかという点です。今出されている高さ制限の時計市にかかろうとしている協議会の資料においても、蛍通りについては8階建てということが出されていますし、このことがもうちょっと早く森山市として方向性が出されていれば、今回のこのようなトラブルというかことは、陳情書が出されるような状況はなかったかなというふうに思っております。都市計画マスタープランを改めて見返していただきさせていただきまして、これを読むと本当に森山市のまちづくりを一生懸命考えて、言ってくれはるなというふうに思うし、
誰もが安心して住み続けることができるまちづくりというふうに書かれているので、それは本当にそうだなというふうに思うんですけど、実際はですね、その住み続けられるのかと。私最近地震が多くってマンションのエレベーターが止まったっていう大阪北部地震の時の大変さっていうのをテレビでやっていて、高層マンションは本当に大変だなっていうふうに思うし、守山市の駅前がマンションがこう次々林立するっていうことになると、救助する時のね、ご近所同士で助け合いましょうっていう、それも限界が来るだろうし、で50年後40年後っていうその老朽化した時のマンションのはどういうふうになるかってですね、駅前の状況って、そういうことも含めて考えたときに、このマスタープランで総合的な見直しをした25年、これを見直した25年に、その辺のマンションの対策をなぜ講じることができなかったのか、その辺についてその時点ではどういうふうに、なんでこれができなかった、高さ制限ということを考えられなかったのかをお伺いしたいなと思います。はい、それではただいまのご質問にお答えいたします。まず都市計画マスタープラン見直しは、おそらく平成25年度ではないと思いますので、ちょっと時点が多分違っていると思います。でその資料の後かな、ちょっと発行自体はもう少し28年度だということです。はい、28年、それは多分印刷し直したんだと思います。で一番新しい都市計画マスタープランのところには、一番後ろに駅前周辺のマンションの その建て詰まり対策どうするのかということで、さまざまな手法を比較検討したものを載せてまして、これをしっかりどれがベストなのかということを、研究して進めていくということにしております。でこれまで対策が高さ制限がなぜできなかったのかということでございますが、まず先ほど申し上げました守山市駅前居住地区における建築物の制限に関する条例を制定いたします。これ去年の3月でありますが、でこれは建築基準法の50条に基づく上乗せ条例でありまして、最高規定というのがございまして、これその、新しく建つマンションからの開口部がある場合には、その前にですね、どれだけの空間を確保しなければならないか、その距離を定めているものでありまして、これをいわゆる商業地域のものから住居系に変えるということで、一定の離脚距離が取れるということで私ども導入をしたところであります。でちょっと今回のマンションでちょっと本当にこれは盲点でありましたのが、駐車場の配置でありまして、駐車場自体が工作物となっておりますので、この最高規定が適用されないということでありまして、今回のような事態になったというふうに思っております。そういった意味 であと一方で高さ制限につきまして、非常に絶対高さ制限をやるということで、さまざまな既存不適格の問題等がありまして、どのようにしたらいいのか、全国的な事例と調べてきたところでありますが、先ほど申しました全体まず高さを制限した上で、特例措置を設ける中で若干緩和していくというふうな手法があり得るというふうに思っておりますので、そういった意味で今回前向きに高さ制限を導入していきたいというふうに思っております。で今回の、マンションの関係で隣接するマンションの居住者の不安等を私も直接お聞きしておりますので、そういった意味で先ほど答弁申し上げました通り、できる限り、良好な居住環境が確保されるように、しっかり市としてできる限りのことをしていきたい、その中で事業者に対しても指導していきたいと思っているところでございます。以上答弁とさせていただきます。16番小前和美さん、どうぞ。次にもかかりますので次に進みますね。第4は人口急増に対する社会資本整備の遅れ、特に教育施設整備の遅れです。今年3月1日以降、梅田町で新たに建設が計画される50戸以上の共同住宅に居住する児童生徒は、吉見小学校、守山中学校に通学することになりました。場当たり的対応、市の身勝手な対応と言われるのも理解ができます。通学上での事故や子どもの心理面での影響、予見できない事態が起きた場合、子どもにとっては人生を左右することにもなりかねません。この通学区域の変更措置を行っても、
なお森山小学校は児童数に対して運動場も体育館もプールも狭すぎる状況です。これは今年の始業式の、写真です。体育館いっぱいです。これ以上児童数が増えたら教室が足りないと毎年訴えておられます。駅周辺の人口急増に伴う教育施設の困窮状態をこのまま放置すべきではありません。課題規模状態になっている学校を分離しないという市長の方針であるならば、学校の満杯状態が解消するまで一定期間マンション建設は許可しないなど、例えば西宮や江東区のような思い切った指導要項での規制をすべきではないでしょうか。今後の人口動態、教育施設整備計画について併せてお伺いをいたします。市長。はい、はい、それではただいまのご質問、教育施設の整備と開発の在り方についてのご質問にお答えいたします。西宮市では、児童生徒数の増加に対して、仮設校舎の設置等による対応が困難であるとともに、運動場や特別教室等の利用が制限されることから、児童及び生徒の受け入れが明らかに困難な通学区域と公表するとともに、受け入れが困難な通学区域において一定規模以上の戸数を有する住宅開発や共同住宅に対して延期や中止、計画の変更などを求める、指導要項を、施行されているところでございます。しかしながら、この、指導要項による対応につきましては一定の限界があるとお聞きをしておりまして、規制戸数、規制敷地面積以下での開発が抑制できていないこと、また土地所有者から、通学校区の再編要望が出されている状況とお伺いをしております。また実効性の観点から、条例化の必要性が指摘される中で、財産権の侵害の観点から条例化は困難な状況と伺っております。また東京都江東区におきましては、入居する児童数を抑制しつつ、今後増加が見込まれる単身者、高齢者等を含んだ多様な世帯が交流できる良好な住環境の形成を推進するため、条例を改正されておられまして、子育て世帯の流入に一定の歯止めをかけられているものの、共同住宅の開発自体を制限するものとはなっていない状況にあります。このように、指導要項や条例によります共同住宅等の開発自体の規制につきましては、一定の限界があると考えているところでございます。本市におきましては、本年4月の、市議会でもご説明いたしましたとおり、森山小学校につきましては平成29年度の1160人をピークに減少に転じております。また森山南中学校では平成35年度に1174人でピークを迎える推計となっているところでございます。両校につきましては今後も数年は1000人を超える状態が続きますことから、森山小学校では既存教室の活用や隣接する天ヶ池プラザの積極的活用などによりまして、子どもたちの教育環境の整備に取り組んでまいります。また森山南中学校につきましては校舎の増改築や第二体育館の整備によりまして、生徒のより良い学習の場を整えてまいりたいと考えております。このようなことからこれまでご説明申し上げておりますとおり、転入などの人口動態によります児童生徒数の動向を正確に把握をし、施設整備などのハード面とともに教員の配置等のソフト面で必要な対策を講じまして、良好な教育環境の確保に引き続き取り組んでまいりたいと考えております。以上答弁とさせていただきます。16番小牧和美さん。堂々巡りの議論をされているというふうに思うわけです。先ほどの写真ですけれども、森山小学校は今昨年1160人でして、体育館の面積は1100平米なんですね。1人当たり1平米っていう、これ事故が起こったら逃げ出せません。消防法はどうなのかと思いますけれども、市長はいつも、森山小学校は1200人対応できる校舎になっているというふうに言うから、まだ受け入れられるというふうな認識のもと、学校の分離ということをずっと、やがては減るのだからということで学校分離を打ち出しておられませんけれども、子ども一人一人にとってはこの環境は大変異常な事態だし、プールでも運動場でも体育館でもとてもじゃないけど、これが教育施設としては不適切な施設だというふうに言わざるを得ません。先ほど紹介させていただいた西宮の例ですけれども、教育環境保全のための住宅開発抑制に関する指導要項って、これ西宮は、実効性がないというふうに今おっしゃいましたけれども、平成17年にこれ作っていらっしゃるんですね。もう10年前に。で、実効性がないけども、ないよりはマシっていうかね、
市がこれ3年の条件でとかね、その指定をしながら監視区域とか指定をしながら、努力を一生懸命協力をお願いしているわけですよ。で、地権者にしてもそこに住まわれようとする人にとっても将来的に住み続けられるっていう環境は絶対ね、誰だってそう思うし、協力を求められたらそうだなっていうことを指導していく、その先頭に立つのが市の責任だというふうに思うわけなので、もっと早くこういうのを研究をしていただいて対策を できないんだったら学校を建てるって、もっと早く対応すべきだったというふうに私は指摘をさせていただきたいと思います。次の質問に移ります。次にですね、中心市街地活性化基本計画との関連で質問いたします。平成21年10年前に策定をした中心市街地活性化基本計画では、絆と活力のある共生都市の創造、人と人との、絆、コミュニティの再生強化として水辺遊歩道と歴史回廊をネットワークで結び、散策できるルートの形成、教育福祉文化の交流機能の充実、まちづくり会社の牽引による活性化を挙げていました。この計画策定当時、これほどマンションが林立するという森山駅前を私は予想をしていませんでした。住みやすさ日本一を目指す森山というキャッチコピーが一人歩きをして、駅前における急激な人口増によって矛盾が生じ、解決よりもむしろ深刻化しているというのが実態だと思います。急激な人口増は将来急激な高齢化が生じることにもなるし、同時期に建築物が老朽化するということも起こってきます。私は駅前における中心市街地活性化事業の総括を行い、住みやすさというよりもむしろ暮らしやすさという点において政策の見直しや追加が求められるのではないかと考えます。計画の中で人口動態はどう予測されていたのか、今日の事態は想定していたのか、まちづくりのあり方そのものを再度見直す必要があるのではないでしょうか。中心市街地活性化基本計画と駅周辺の開発、生活環境整備の課題について現時点の総括と認識を市長にお伺いいたします。続いて、これまで政策的に住宅を増やすことで人口を増やしてきました。現在も地区計画という手法により農地が宅地化され、造成が続き、駅前ではマンションの建設が続いています。人口が増えることは喜ばしいことですが、まちづくりと一体に社会教育資本整備や子育て教育施設整備を進めるべきではないでしょうか。図書館機能の分散や子育て支援センター機能の拡充といった当時進めようとしていた課題は後継に追いやられています。散策できるルートの形成というように、歩いて地域を散策し、当時議論していた元気で長生きできる町づくりという点では、地域にちょっと座れるベンチや木陰といった配慮が求められるのではないでしょうか。森山市のバス停には椅子と屋根が少ないという声もあります。BTS 整備を進めることは結構ですが、同時にバス停にベンチと屋根を整備してはどうでしょうか。住みやすさの町づくりに求められることは、高齢者や障害者やさまざまな状況のすべての市民に対して優しい町という視点です。以上、中心市街地活性化基本計画との関わりで、暮らしやすい町づくりについて市長の見解を求めます。市長。はい。それでは、ただいまのご質問にお答えをいたします。2点ございました。まず1点目の、中心市街地活性化基本計画と駅周辺の開発、生活環境の整備の課題についての、現時点総括、また認識についてお答えをいたします。本市では、平成21年3月27日に、中心市街地活性化基本計画の認定を受けまして、計画に基づいた事業に取り組んできたところでございます。中心市街地の人口動態につきましては、計画策定前の平成17年から平成21年までも継続的に増加をしておりまして、計画策定後の平成21年以降につきましても計画前と同様の継続的な人口増加となっております。なお、この中心市活性化基本計画策定段階から森山小学校の生徒数の増加は一定想定をしておりまして、これは特に富士車両跡地などの住宅開発による影響が大きいものでありまして、平成15年前後に当該開発が行われたことによるものでありまして、今年度から森山小学校の生徒数が減少傾向となり始めたところでございます。本中心市街地活性化基本計画と駅周辺の課題についての現時点の総括の認識につきましては、森山市全体の活性化を進めるため、まずは森山の玄関口にふさわしい顔づくりに取り組むこととしまして、都市機能の集積、
新規住民を含めた人と人の絆の強化、歴史回廊、水辺遊歩道等の回遊性の確保に取り組んできたところです。第一期計画としては、行政が半歩前を進むという視点から、特に森山小学校、幼稚園の改築、天ヶ池交流プラザの整備、中山道、町屋宇野家等の整備によりまして、教育施設の充実、文化交流機能の強化、歴史文化拠点によります回遊性確保に取り組みました。第2期計画としましては、民間事業の応援、健康予防医学の推進、文化機能の強化という視点から、近江鉄道ビルの整備、勝部火祭り交流館の整備、また銀座商店街再開発事業等に対する技術的支援に加えまして、国の補助金を活用し、新図書館の整備を行ってきたところでございます。一方で、中心市街地活性化に取り組むと同時に、住みやすい街としての評価が高まり、駅前周辺でマンション立地が進み、マンションの建て詰まりの問題が発生していること、また一定想定していたものの、児童生徒数の増加によりまして、小中学校の施設面での課題が生じたことも否めない事実であります。これらの課題につきましては、先ほど答弁をいたしました方策や対策によりまして、鋭意解決をしてまいりたいと考えております。次に、質問2点目の、にお答えをいたします。森山市全体の人口は増加をしておりますが、人口増加自体が目的ではなく、コミュニティの維持、活性化の観点から、じわじわと人口増加が継続する低増が望ましい姿と考えております。また、市全体の活性化が必要不可欠でありまして、学区単位の森山丸ごと活性化に取り組みますとともに、今日まで、駅前周辺では中心市街地活性化、湖岸地域では自転車を軸とした観光振興、市街化調整区域では地区計画によります人口維持等に取り組んできたところでございます。森山駅周辺につきましては、森山の玄関口でありますことから、今後におきましては都市機能の集積と良好な景観形成と住環境のバランスを取りながら活性化を図ることが肝要であると考えております。またご指摘のようなちょっと座れるベンチや木陰も必要と存じます。一方で、都市機能につきましては、市民全体の視点から、集約化がいいのか、分散型がいいのか、また交通アクセスも含めまして、その配置について、勘案することも必要であります。ご指摘の図書館機能の分散や子育て支援センターの機能の、拡充は市全体の課題であると考えておりまして、引き続き議会の皆様と議論をしてまいりたいと考えております。またバス停へのベンチと屋根の整備につきましては、第一義的に事業者によります乗客へのサービス向上の一環でありますので、事業者に引き続き要請をしてまいります。いずれにいたしましても、市内それぞれの地域特性を生かし、森山市の特徴でありますのどかな田園都市を基本に、市民の皆様が森山に住んでよかったと真に実感いただける街づくりを進めていくことが必要であると考えております。以上、答弁とさせていただきます。16番、小前和美さん、どうぞ。はい、引き続き頑張ってくださるということですので、期待をさせていただきますが、私の印象としてはですね、中華をやっていたときに、森山の駅前をみんなで考えた、その時にイメージしていたことで、ね、暮らしやすい子育て機能とか、そういうのはずっと後に回されて、もう地区計画あちこちでやられるとか、コンパクトシティの計画を作りをされるとか、新たなことが次々と起こっている中で、マンションの建設が一人歩きをしたっていうのが今のね、実態だというふうに思っていて、困った感があるっていうのが、今の駅前の状況だというふうに思います。計画を作るときに、人の暮らしやすさっていう点がもっと必要だったというふうに思うので、改めて、今やっていることを見直しながら、暮らしやすさについて、街を作っていただきたいことを申し上げて、次の質問に移ります。最後に、全国学力テストについて教育長に伺います。今年の全国学力テストの結果を受けて、滋賀県議会では、子どもたちが確かな学力を身につけるためのより一層の取り組みを求める決議を挙げました。議会が点数競争をあるような決議を挙げたことは、あまりにも短絡的であり、大変残念です。学力テスト導入当初から懸念されていた競争をあおる事態がますます深刻化しています。平均点だけに目を奪われて、一喜一憂する由々しき事態。大阪市長のように学力テストの結果を校長や教員のボーナスに反映させるなどということはあってはならないことです。このような事態を招くのは学力テストを実施するからであり、すぐにでも学力テストの中止を求めたいと思います。そもそも子どもたちにつけたい学力とは何か、教育現場ではいつの時もこのことを常に議論をしています。
読む力、聞く力、話す力、覚える力や計算する力だけでなく、考える力、相手の気持ちをおもんばかる力など、子どもたちにつけたい力は一口では語れません。人格の形成に、完成に必要な幅広い知識と教養、理、真理を求める態度、豊かな情操と道徳心、健やかな体を培うことなど、生きる力を総合的に育むことこそ、教育が求めるべき課題です。全国学力テストで測れる子どもの学力などは、その子の持っている力のほんの一部分。冒頭申し上げた総合的な生きた学力を育むには、子どもに豊かな経験をたくさんさせること、そして教師も子どもと関わる豊かな実践を自ら経験することです。自らの意欲こそ、人の成長の大きな原動力、学力テストに力を割く教師の時間と労力は、もっと子どもと向き合うために使うべきです。以前、他県では平均点を上げたいがために、回答できそうにない子を欠席させるとか、教師が間違っている回答を恣意的に指摘するなど、およそ教育とはかけ離れた行為が行われたこともありました。県ごとの平均点の順位に一喜一憂し、平均点を上げるための学力鍵括弧付き鍵括弧学力向上に右往左往することは、教育とは全く乖離していると言わざるを得ません。今年行った学力テストの質問用紙を見せていただきました。はっきり言ってこのような質問に回答することに子どもたちは慣れていないし、回答はかなり難しいです。だから高い得点を取ろうと思えば、予行練習的な過去問を解かせる練習などがの訓練が必要になってきます。そんなことをすれば他の授業や行事が潰れ、余計な負担が子どもにも教師にものしかかります。特に実施時期は4月です。1年で一番忙しい4月に、この学力テストのために時間と手を取られることは、現場への負担を大きくしています。何よりも子どもたちにとって、この学力テストが役に立っているとは全く言えません。教育長にお伺いをしたいと思います。守山市の子どもたちにつけたい学力とは何でしょうか。また、現状の学力テストについて、どのような課題意識を持っておられるでしょうか。さらに、守山市の子どもの真の学力の向上のために、あえて全国学力テストは必要ないと考えますが、いかがでしょうか。県や国に学力テストを中止すること、提案していただきたい。以上、教育長の見解を求めます。教育長。はい、以上。それでは、学力・学習状況調査に関するご質問についてお答えをいたします。一つ目のご質問、本市の子どもたちにつけたい学力についてですが、本市では、子どもたちにつけたい力を、守山市教育行政大綱の中で、諦めないで最後まで我慢強くやり抜く力、言い換えますと、たくましく育つ力であり、また自ら学び、考え、行動する人を育て、より良い社会を作る力と示しております。これは変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちに必要な確かな学力、豊かな人間性、健康体力、これらを重要な柱とする生きる力そのものであり、生きる力を育むことで自立と競争への基盤づくりを目指しております。もう少し加えますと、知識や技能という見える学力はもとより、それらを支える力、例えばやりきる力、忍耐力、自制心や協調性などの人生をたくましく生き抜くための土台となる力、花や樹木で言うなら根っこに当たる力、こうした力も広い意味での学力と捉え、しっかりと根を養うことも大事だと考えております。二つ目のご質問、現状の学力学習状況調査における課題認識についてでございますが、学習状況調査よりも学力調査の正答率の方に関心が偏っているのではないかという課題認識をしております。学力調査の結果だけでなく、児童生徒の自尊感情や規範意識、また家庭生活の様子など、子どもたちの物の見方や考え方、生活の実態などを調査する学習状況調査の結果についても詳しく把握分析し、教育委員会や各学校がこれまでの施策や教育活動を振り返って、その改善に生かすことが本来のこの調査の趣旨であり、重要なポイントであると捉えております。3つ目のご質問、学力学習状況調査の実施についてでございますが、本市としては
義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握分析をし、本市の教育施策の成果と課題を検証して、その改善を図る必要があると考えております。また、市内小中学校においては、自校の調査結果を分析をし、当該学年、あるいは個々の児童生徒の学力や学習状況における強みや弱みを的確に捉えることで、各校の実態に応じた教育指導や学習状況の改善に生かすよう求めています。以上の観点から、今後も学力・学習状況調査を実施してまいります。以上、答弁といたします。16番、小前和美さん、どうぞ。過度な競争のに対して、当時の長谷文部科大臣が、過去問をするなんてとんでもないって激怒したっていう、でもそれをやっているのが文部省なんで、文科省なので、文科省自らがそれをやめてほしいなというふうに思いますが、今、教育長の答弁で、私、本当に森山市、一生懸命教育について頑張ってくださっているなというふうに思いますが、学力テストについては、全国的な学力と、もう本市のを検証する、だから、全国的なのと比較のために、この学力テストをするという趣旨の答弁だったかなというふうに思いますが、別に私は全国的な位置って、その、過去問なんかやったら全国的な平均点の信憑性ってわからないわけです。森山市がどうしても学力テストをしなければならない意味は全くない。これをしなくたって森山市の学力はしっかりと検証できるというふうに思いますが、どうしても学力テストをしなければならないのではなく、森山市はもうやめるということをいっそのこと表明したらどうかと思いますが、いかがでしょうか。教育長。はい、それではただいまの質問にお答えをします。先ほど私の答弁の中で、全国の平均と比べるために、活用をしていると、この調査を活用しているというような趣旨の答弁は、そんなになかったのではないかなと、私は思っております。むしろ、この調査を通して、子どもたちの学力の状況、あるいは、学習状況の調査をすることによって、いわゆるその授業改善でありますとか、あるいは、家庭生活、地域での生活を振り返って、その改善を図っていくということが大きな狙いであるというふうに、答えさせていただいたというふうに思っておりますので、今後もその方向で、進めてまいりたいというふうに思っております。以上答弁といたします。16番、小前和美さん、どうぞ。ここに全国的なっていうふうに書いてるんです。それを私は言ったんですけど、まあいいんですけど、ですね、これね、学力テストには50億円かかってるんです、毎年。ね。で、これは子どものために全くならず、全然、教育とはもう相反するような事態が起こっている、これのために毎年50億から60億円のお金をかけている、このことについてはね、もう全国から声を上げて、もう一日も早くやめてもらいたいということを訴えて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。